未回収のイタリア、未回収のイタリア、または、イタリアイレデンタ、イタリア語、イタリーイレデンタは、19世紀において、イタリア王国が領土と主張した地域のうち、イタリア統一戦争後もオーストリア領内に残った地域である。南ティロルや、ベネツィアジュリア、フィウメ、ダルマツヤ地方などの旧ベネツィア共和国領がそれである。リソルジメント、イタリア統一運動の結果、 1861年にイタリア王国が成立したが、それ以降、オーストリアの支配下にあるトレンティーノ・アルト・アディジェ、南ティロルやベツヤ・ジュリアでは、祖国復帰の機運が高まり、イレデンティズも復帰運動という言葉が用いられるようになった。1866年の広オ戦争の際、プロイセン軍と同盟して、オーストリアと戦い、ベネツィアを奪回したが、戦争は、 わずか7週間で集結してしまったため、ベネツィアよりも奥に位置する領土の奪回を果たすことなく終わった。イタリア王国軍は1870年にフランス軍の撤退に乗じてローマに入場し、強行領を併合。翌年にはローマに戦として一応の統一感性を見たが、南ティロルやトリエステ、イストリアなど未回収のイタリアと呼ばれた地域を取り戻すことはできなかった。 ローマ併合後のイタリアは国内建設に集中できるよう列強間の国際問題に対してはさほど積極的に関与しなかったものの一方では国際的孤立を恐れたそうした中で次第にオットー・フォンビスマルク率いるドイツ帝国との関係が深まりドイツを通してオーストリアと接触することも多かったしかしイタリアの世論は旧敵国でもあり イタリア人が多く住む、イタリア語の話される地域をオーストリアが依然、領有しているところから、反オーストリア感情が強かった。リソルジメントの精神を継承したイレデンティズモの運動は、当初は民衆的な性格を有する国民主義、民族統一主義を代表し、1877年に、共和主義者のが創立した、プロイタリアイデンタは、イタリア統一の功労者、 ジュゼッペガリバルディの指示を得た組織であった。この運動の中心は、インブリアーニをはじめとして、民主派、共和派のグループであり、対外進出的なナショナリストのグループとはほとんど、接点がなかった。この時期の運動では、オーストリア皇帝、フランツヨーゼフ一世の暗殺を計画して処刑された、トリエステの愛国者過激なものとして知られる。1882年には、イタリア、 ドイツ帝国、オーストリア・ハンガリー帝国の間で三国同盟が成立した。この三国同盟はフランスがチュニジアを保護国としたことに不満を持ったイタリアがドイツ・オーストリアの同盟に加わることで成立したものであった。1887年にイタリア首相となったは祖国イタリアを列強の一員に押し上げる対外政策を進め国威発揚に努めるとともに ドイツのビスマルク首相との連携を強めて三国同盟路線を強化した。そして、オーストリアを敵視するイレデンティズモの運動を嫌い、この運動を進める共和派諸団体の解散を命じるなど政治的圧力を加えた。しかし、国民の間ではイレデンティズモの影響はなかなか衰えなかった。イタリアは、独王との間に三国同盟を結んでいたにも、かかわらず、 20世紀に入って、イギリスやフランスに接近し、こうした外交方針の変更とともに復帰運動の性格も大きく変化した。すなわち、バルカン半島への進出を求めるイタリアブルジョアジーの帝国主義的な要求と結びつくようになり、分泌化によって1910年に結成されたイタリアナショナリスト協会、AI、国民主義協会に合流する一要素となった。 第一次世界大戦に際しても、イタリアは、当初、三国同盟に基づいて同盟国側に立つ、ものと見られたが、未回収のイタリアをめぐって、オーストリアと対立し、1914年の開戦に、際しては、首相と外相は、神聖なエゴイズムを標榜して、中立を宣言し、選挙区の推移を見守った。国内世論もまた、自由主義の諸派は参戦に批判的で、 議員の多くは中立主義であった。イタリア社会党は非戦の立場を取り、参戦論にはイレベンティズモの立場から、ヨーロッパの民族解放と民主主義を求める立場から、さらにサンディカリズム、労働組合主義の立場から、などがあり、民族主義者も参戦論に合流するなど、分裂し、かつ流動的であった。ソンニーの外相は密かに英仏両国と交渉し、 二回収のイタリアの返還が1915年のロンドン条約、ロンドン密約によって秘密裏に約束されると、同年、イギリス、フランス、ロシアらの連合国側について参戦した。ナショナリスト協会、兄も、そこから離脱した民主主義者たちも参戦を支持した。対大戦後、1919年1月に始まったパリ、講和会議では、先のロンドン密約で保障されていた。 イタリアの植民地拡大はほとんど認められず、冬メ、現在のスロベニアのリエカの兵問題も保留とされたため、イタリアは講和での敗戦国と呼ばれるほどであり、講和会議に参加していた首相、ビットーリオ・エマヌエーレ・オルランドは、この内容を不服として、会議の席を蹴って退出するほどであった。結局、オルランド代表は講和会議をボイコットして帰国。 フィルメ獲得失敗を理由に1919 19年6月、首相を辞職した。後継のフランチェスコ・サベリオニッティが同月、ベルサイユ条約に調印したが、イタリア国民の多くは、こうはないように不満を持ち、損なわれた勝利という感情が広まった。こうした中、短美主義的な文学者、ガブリエーレ・ダンヌンツヨは、 1919年9月に決起して、ンクのフィアット501で、連合国軍共同管理下にあったフィウメに向かった。この決起には、ダンヌンツヨの行く先々で対戦の福音兵などが、義勇兵として加わり、彼を司令官とする、フィウメ独立政府、カルナーロイタリアシス政府が成立した。ダンルンツオの元には、サンディカリスト、アナキスト、後に、ファシズムにつながる人々など、 多種ような人々が集まった。1920年11月のラパンロ条約などによって、ようやく南ティロル地方やトレンティーノ地方、トリエステがイタリア領となった。しかし、フィウメについては新しく建国された、ユーゴスラビア、ケンスロベニア、クロアチアの領土となることが決まった。一方、フィウメ市民は当初、ダンルンチを熱狂的に支持し、協力を惜しまなかった。 しかし、やがて食料の配給も、ままならない状態となって、ダンヌンツヨに対する不満が高まり、さらにダンヌンツヨは、ラパロ条約の撤回を求めたため、イタリア国軍と交戦状態となったため、フィーメ市民からの支持を完全に失った。この年の12月、ダンヌンツヨは降伏し、約15ヶ月間続いた、占領状態は終わった。現在。 イタリア共和国ボルツァーの自治権となっている南ティロルについてはすでに当時からドイツ系住民が長年にわたり居住してティロル州の一部として定着していたために逆にオーストリア世論が固有の領土を不当に奪われたと反発してその奪回を求めたこのためイタリアは新たにオーストリアやユーゴスラビアとの新たな国境紛争を抱えるととなったその後 1943年、第二次世界大戦においてイタリアは敗北し、1946年には、南ティロル地方のドイツ系住民に自治権が認められ、1975年の王子も条約によって、トリエステ自由地域をイターユーゴスラビア両国で分割することを相互に承認して、トリエステ問題も解決した。未回収のイタリアを抗議に捉え、 イタリア語の発音が聞こえるすべての地域すなわち、イタリア系の言語、文化、民族が支配的な地域をすべて、イタリア領として主張する動きもあった。これによれば、イタリア統一の過程で、フランスに割譲したサボや、サボアとニッツァ、ニーズをはじめ、スイスのティチーノ州とグラウビュンデン州の一部、当時イギリス領であったマルタ島、フランス領のコルシカ島、 さらに本土から地中海を挟んで対岸にあたるアフリカのチュニス、当時フランス保護領などの地域までも含んだ。そのためファシスト政権下のイタリアではこれらの回復が目指されたが、1943年のイタリア降伏によってすべて放棄させられた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。